アイテム番号 SCP-288JP オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル SCP-288JP は施錠可能な定期見物保管庫に収納します。実験を行う際はレベル3以上の管理者の許可を得てください。各 SCP-288JP は個別に各辺が10メートルの金属製の収容室の底面中央に配置します。収容室内は常にカメラにより異常性が発現していないことを確認してください。1日に1回、担当職員は SCP-288JP を目視で確認しオブジェクトの完成を妨げるようにパズルピースを動かしてください。もし、SCP-288JP の異常性が発現した際には即座にプロトコル、草刈りの時期により発生した異常性を取り除いてください。説明。SCP-288JP は表面に何も描かれていない薄緑色の15パズル、スライドパズル、です。SCP-288JP は、県、町、現在は、市、のフリーマーケットイベントにて、休暇中であったエージェントが何も書かれていないパズルが販売されていることに興味を示し50円で入手しました。その後本オブジェクトで遊戯していたエージェントにより異常性が確認され、財団に回収されました。フリーマーケットで SCP-288JP を販売していたものの消息は現在まで判明していません。SCP-288JP は調査により全て杉で構成されていることが分かりましたが、一般的な木材と比べて高温や破壊、汚損に対して高い耐性を持っています。その性質から、原材料の産地や現在の形状への加工方法は判明していません。SCP-288JP はその表面上に一見何も描かれていないため、パズルとして完成させることが不可能に見えます。しかし、パズルピースを動かし1ピースでも正しい位置に移動させた人物にはオブジェクト上にうっすらと自然を模した風景画が描かれているように感じます。この感覚は揃えたピースの数に応じて強く、明瞭なものに変化していきます。しかし、オブジェクトに触れていない別の人物やカメラなどを通した映像ではそれを認識することができません。SCP-288JP に描かれている絵は毎回異なることが判明しており、これまでに同じものは報告されていません。SCP-288JP を完成させた場合、オブジェクトを中心とした周囲半径およそ3メートルの空間上に基地または未知の植物群が出現することが分かっています。この際に最後の16ピース目が出現します。16ピース目の出現位置はオブジェクトの一番右下に限らず、中央部や各辺に現れる場合もあります。どのようにしてパズルの16ピース目が出現しているのかは不明です。また、植物群の出現からおよそ5分間の間であれば SCP-288JP を完成させた者以外の人物や監視カメラによってもオブジェクト上に完成された絵を確認することができます。植物群の出現からおよそ10分後、オブジェクト中の1ピースが突如消失し SCP-288JP は元の何も描かれていない姿に戻ります。出現した植物は出現時の性質上、根が地面に対し植わっていないことが多く、時間経過とともに枯死していきます。SCP-288JP を完成させる実験は実験記録2885以降禁止されています。これは発生する植物へのリスクの想定が不可能なためです。禁止以前の実験は実験記録 288JP に記載してあります。実験記録2880120年月日対象、歯科研究員、実施方法、SCP-288JP 上に浮かび上がる、絵、について検証。結果、5マス揃えた時点で、街路樹が立ち並ぶ道路の風景が確認された。分析。絵をはっきりと確認できるようになるまでは数マス揃える必要がある。情報災害の危険があるため、以降の試験は D クラスを使用する。実験記録2880220年月日対象 D
288-02-1 名、実施方法。SCP-288-JP を解かせ。何か絵が見えたらその時点で報告させる。結果、中央に置いた大樹が見える薄暗い森が見え、揃っているマスは6マスと回答。分析。被験者によって完成時の絵が異なるようだ。実験記録288-03-2000年月日。対象 B-288-03-A-B-288-03-B2 名、実施方法 B-288-03-A に SCP-288-JP を解かせ、何か絵が見えたらその時点で報告させる。その後、SCP-288-JP を動かさないまま B-288-03-B に視認させ見えたものを報告させる。結果、B-288-03-A は、光が差し込む雑木林が見え、揃っているマスは6マスと回答。B-288-03-B は、何も見えない、と回答。分析。SCP-288-JP に直接触れないと確認できないのか？追実験が必要だ。実験記録288-04-2000年月日。対象 B-288-04-1 名、実施方法。SCP-288-JP を高精度ロボットアームにて解かせる。作業は収容室内のカメラを使用して遠隔で行い、何か見えたら報告させるよう指示。結果、開始から5分後、B-288-04 は、いつまでやればよいんだ？これはミルクパズルか？と回答。分析。やはり実際に触らないと絵が浮かび上がらないようだ。実験記録288-05-2000年月日。対象 B-288-05-A-B-288-05-B2 名、実施方法 B-288-05-A に SCP-288-JP を完成させる。 B-288-05-B は後ろからその様子を確認させる。結果、完成直後に待つ。属と見られる高さ2メートル程度の木が出現。その周囲に無数の花わらび属と見られる未知のシダ植物群が発生しました。B-288-05-A は体表及び内臓器官までをこのシダ植物類に覆われ、松が側頭部を貫いたため死亡しました。B-288-05-B は左腕表面がシダ植物類に覆われました。通常の手順で引き剥がすことが困難であったため左腕の表面を切除することで一命を取り留めました。また、B-288-05-B はパズルが完成するまで絵が確認できなかったが、完成後は薄暗いジャングルのような絵が確認できたと回答。分析。SCP-288-JP の異常性を確認。未知の植物が含まれることから SCP-288-JP を用いた実験はリスクが高いと考えられる。SCP-288-JP を完成させる実験は無期限に中止すべきだ。事件記録 288-JP-2000年月日。保管されていた SCP-288-JP 異常性が突如として発現。収容ロッカーが大量の未知の植物群に覆われバイオハザード警告が発令されました。植物群の中には毒性のある花粉を散布していた個体が含まれており、当時ロッカールームで作業していた博士に重大な被害をもたらしました。この事件をきっかけとして SCP-288-JP の性質を明らかにすべく再実験が行われました。以下は事件記録 288-JP 以降に実施された実験です。実験記録 288-06-2000年月日及び2000年月日。対象 B-288-03-A
A、1名、実施方法。SCP-288JP を解かせ。絵が見えた時点で内容を報告させる。その後、ピースが動いた場合にわかるよう、SCP-288JP にマークをする。1週間後、再度 D-288-03-A に SCP-288JP を解かせ、見えたものを報告させる。結果、SCP-288JP の表面にはいかなる方法でもマーキングすることができなかった。1回目は、草原の中央に細長い木が2本立っている絵が見え、揃っているマス目は5マスと回答。2回目は、森林を流れる渓流が見える。数マス動かしただけで絵が見えた。揃っているマス目は7マス。と回答した。監視カメラ映像から SCP-288JP が動いている姿は一切確認されていない。分析。こいつは面倒だ。動いていないくせに完成に持っていこうとしやがる。実験記録288-07-2000年月日から2000年月日合計日間。対象 SCP-288JP 実施方法 SCP-288JP を 5×5×5 メートルの広さを持つ鋼鉄製の収容室の中央に配置。開いている1マスに適したサイズの鋼鉄板を挿入し、収容室内のカメラにて24時間監視する。結果、実験開始から、時間後、収容室内に鮮やかな赤、青、緑色の花びらを持つひまわり属と思われる植物が20程度発生。大きさは 0.6 から 2.7 メートルであり、未知の方法により発光もしくは点滅をしていた。収容室内を調査したところ大きく変形した金属片が確認された。検査の結果、この金属片は実験開始時に SCP-288JP にはめ込んだ鋼鉄板と同じ材質であることが分かった。分析。どうやら無理にでも勝手に完成する性質があるようだ。念のために収容室も丈夫で大きいものを用意し、プロトコルの改定を進言する。この実験結果から、SCP-288JP は現在の収容プロトコルに改定されています。ポイ12000年月日県市区の雑貨店にて商品棚から突然植物が発生した事件の報告を受け、調査したところ SCP-288JP と同様のオブジェクトを発見、回収されました。これは SCP-288JP。2に認定されています。SCP-288JP と異なり、パズル本体の色は薄緑色ではなく薄黄色がかったブナの木材で構成されていました。店舗の店員、及び目撃者には A クラス記憶処理が施されました。ポイ2000年月日県市のリサイクルショップにて絵柄のないスライドパズルが確認され、SCP-288JP。3として回収しました。回収された SCP-288JP。3は焦げ茶色に塗装された赤菓子の木材で構成され、紙製の簡易箱に収めてありました。箱には以下のメモが同封されていました。箱とメモから異常性は確認されませんでした。神秘の大自然パズル、冬の始まり編。毎日のコンクリートジャングルにうんざりしていませんか？そんなあなたに送るのが、この、神秘の大自然パズル、あなただけに見える、素晴らしい風景を完成させましょう。パズルが苦手な方でも大丈夫。アシストシステムの力で、どなたでもお楽しみいただけるように設計されています。素敵な大自然の神秘があなたに訪れますように。他にも複数の SCP-288JP が存在する可能性があり、調査は現在も続けられています。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。